しくまチャンネル。こんにちは、カズ先生です。お家でできる運動遊び第2弾、今回はタオルを使って遊んでいきたいと思います。それでは今回もういちゃん、あ、ういちゃん、最初はタオルを半分こ、そしたら足を伸ばして座ります。頭の上に乗せて露天風呂気分ですね。タオルを落とさないように足を伸ばしたまんまぐるりんって、回ります。はい、それではまずはそっち回りね、そっち回りね、いきますよ、せーの、反対回り、せーの、ぐるりん、はい、そしたら落とさないように立ち上がって、そしたら頭だけこんにちはでキャッチね、頭だけこんにちはキャッチ、はい、そしたら次はタオルギャザー、足の指を使ってタオルを集めます。それでは足の指を使って集まれ集まれ、よーいスタート、頑張れ、足の指をしっかり動かして、はいはい、足の指は、はいはいはい、次はタオルを1本綱引きをやっていきます。それではしっかり握って、よーいスタート、よいしょ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 、ではタオルを1回ぐるっと縛ってキャッチボールをしていきます。柔らかいタオルだからね、当たっても痛くないです。それではキャッチボール好きに投げていい、よし、続きまして足でキャッチボール、足で挟んだら足で投げます、はい、足で挟んだら足で投げます、あ、ごめん、はい、ぶっそれ、もっと強く、この辺までない、この辺までよっしゃ、最後タオルを使って魔法の絨毯、フローリングがいいですかね、はい、では絨毯の上に座って運動をしながらお家の中をきれいにしていきたいと思います。よいスタート、落ちないように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 、はい、あ、魔法の絨毯でした。タオルを使った運動遊び、お風呂上がりにでもやってみてね。この動画が面白かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイすごい